1> 1分でわかる、服部半蔵の生涯。天文十一年から工事三年伊賀の服部安永の子三河宇土城を與打ちし先行を挙げる天正十年本能寺の変のあと伊賀越えの護衛をし家康を無事帰還させる。 天正18年年、から慶長元年家康の関東入国後伊賀同心を支配江戸城麹町口門外に組屋敷を廃領55歳で死去。